いたよ、リュウジだ。もうやめてよリュウジ、エリカのところに帰ってきてよ。ユーゴはどこだ。ユーゴを潰せば千歳の仇が取れるんだ。あいつのせいで千歳は千歳が目を覚ました。そんな嘘に俺が騙されると思っているのか。エデン症候群が治った患者はいない。そんなのは子供だって知っている。それなのに千歳だけ運よく助かったって。もそんなことはあるわけがない。本当なの。エリカがイーターで。エリカの話を俺にするな。そんなくだらない嘘で俺を止めに来たのか。まさかユーゴの差し金か。お前俺を裏切ったのか。仲間を奪う奴は誰であろうと消してやる。仲間でありながら裏切るならなおさらだ。お前も真田と同じか。俺から居場所を奪うのか。それならお前からだ。お前から先に消してやる。消される前に消してやる。またデジモンを食べて力を取り戻す気だよ。急いで追わないと。落ち込んじゃダメだよ。
リュウジが私たちを本気で倒そうとするなんてあるわけない。きっと前よりアルカディモンの影響が強くなってるだけだよ。そうじゃなきゃあんなこと。それはどうかな。デジモンと人間は影響し合うんです。いい感情も悪い感情も人間が暗い思念に囚われている。デジモンの力はいびつになって、そのいびつな力はさらに人間に影響を及ぼすってわけ。デジモンと人間にはそういう負の連鎖が起こるんです。そういうやつを何人も見てきた。だからあれは正真正銘リュウジの本音ってわけ。これか。長くなるから説明は省かせてもらうが、知り合いに頼んで強くしてもらった。やり忘れたことがあんのを思い出したもん。準備運動も兼ねてイーター食ってたらオタクらを見つけたってわけ。イーターを食べる。ま、いろいろあったさ。なあ、手貸してやろうか。少し前から見ていたんだが、お前一人じゃリュウジを抑えきれないんだ。こんな見た目だがそこそこ強いぜ。調整するには実戦が一番だしな。それに消えちまったからな、リュウジの本音は。あいつは俺と一緒だ。過去の清算ができないのはあがいてるんだ。それなら俺たちもここらで決着をつけとくれ。決まりだな。信用できるの？あんなのデジタルワールドでも見たことないよ。心配しなくても人間は食ったりしねえよ。デジモンは約束できねえけど。冗談だよ。行こうぜ。回復されちゃ厄介だ。Thank you.
ン。なんとかなったね。体がうずき上がる。体がうずき上がる。強気なオタクが攻撃を仕掛けてきた。開始だ。いっけ。みんなのおかげだよ。オタクモードオン。いっけ。なんとかなったね。
開始だ。なんとかなったね。よう、うまそうなもん食ってるじゃねえか。俺にも分けてくれよ、龍二。真田、お前、真田と組んだのか。後輩相手に意気がってんじゃねえよ。俺が自分から来てやったんだ。お前が本当に倒したいのは他の誰でもねえ、この俺だろ。そうだ、お前が逃げなければ柔道が解散することもなかった。俺と千歳が居場所を失うことも。全てはお前が俺たちを裏切ってから狂い始めたんだ。何度も言わせんじゃねえよ。俺がどうすりゃよかったってんだ。みんなお前を望んでいた。お前が柔道のトップであり続ければ俺たちはバラバラにならずに済んだんだ。それをお前が。それがお門違いだっつんだよ。俺だけが柔道か、俺だけの責任かよ。俺一人いなくなったくらいで消えるチームなら最初からないようなもんだろうが。それほどに惜しい居場所だったんならな、てめえがまとめりゃよかったんだよ。自分にできないものを俺に押し付けてんじゃねえ。それができたら俺じゃダメだ。柔道はみんなお前に、真田、お前に無力な人間の苦しみがわかるか。吠えてんじゃねえよ、負け犬が。真田、アルカリモンが進化した。下がってな。これはあいつと俺の問題だ。物好きなやつだな。どっかの誰かを思い出すぜ。お前のせいで。行け。
柔道を捨てたんだ。お前がいればチームは続けられた。それなのにみんなお前に心酔して集まっていたんだ。俺じゃダメだ。お前じゃないといけなかったのに、なぜ理由も言わず去っていったんだ。答えろサナダ。言わなかったんじゃない、言えなかったんだ。どうしてチームを続けられなかったのか、あの頃は説明できなかった。でも今なら言えるぜ。全部思い出したからな。俺はな、ユージ、ガキの頃にもダチを守れなかったことがあった。仲間を失ったのはアンダーゼロが初めてじゃなかったってわけさ。ずっと前から俺には人の上に立つ資格なんてなかった。それなのに俺はそのことをずっと忘れていたんだ。柔道の仲間はそのせいで犠牲になっちまった。アンダーゼロで仲間を失った時そのことを思い出したんだ。記憶じゃなく感覚でさ。だから柔道から逃げた。また同じ過ちを繰り返す前に俺をもう一度リーダーにと見せ、お前から逃げたんだ。柔道を離れたのはそれが理由だ。答えになったか。そうだ。それに自分にはできないって言うけど、お前リーダー向いてると思うぞ。フーディエはいいチームじゃねえか。俺はこれから昔見捨てちまったダチを助けに行く。そうしなきゃ何も始まらねえ。お前にも向き合えない。そう思うからな。そんなことができると思うのか、逃げ続けていたお前に。柔道はもうなくなったんだな。ああ、そうさ。俺は俺の居場所を取り戻しに行く。あばよ、リュウジ。俺の用は済んだ。あとはオタクの好きにしよう。今さ、どの面下げてフーディエのリーダーとしてもエリカの兄貴としても俺は黙ったれんなよ。またよしさんに頼んで病院から連れ出してもらったんだ。今頃病院は大騒ぎだぜ。ダグ、警察に誘拐させるた、とんでもないやつだ。千歳、無事だったのか。本当に。ああ、そういうことだ、リュウジ。お前何、人様に迷惑かけまくってんだ。エデンでは飽き足らず東京中で暴れ回るとか何考えてんだこのタコ。いくらハッカーが不法者だからって限度ってもんがあるでしょうか、ボケ。しかもお得意様のザクソンの幹部ボコボコに仕上がって、俺たちこれからどうやってフーディエ切り盛りしていくつもりだっつーの。ハッカーってだって一応客商売なんですけど、分かってますか、そこんとこ。そんなんだからお前ネットカフェの経営だって俺が何度もフォローする羽目になるんでしょうが。そうだよ、しかも店だよ店。前回ってお前シャレになんねえだろうが。修繕費いくらすと思ってんだ。デジモンによる災害って何、何災。保険屋さんにどうやって納得してもらえばいいんだっていうの。距離によって俺の大好きなバイトちゃんの働き口まで奪いやがって。東京のど真ん中でデジモン出してんじゃねえよ、ブワー。
大体こんなもんだな。リュウジ、俺はもう大丈夫だ。だからお前もシャンとしろ。ゴタクはいいから帰ってこい。兄弟泣かせてんじゃねえよ兄貴。ちとせ。俺が言いたいことは全部言われちまったな。俺はアルカディモンが。リュウジ、ちとせ。嘘だろ。